ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム。こんばんは、田中みな実です。土曜日の夕方この時間は皆さんに心温まる時間をお届けしたいと思います。明日2月14日はバレンタインデーですね。まあ、バレンタインデーといえばチョコレート。私もチョコレートが大好きで、この時期は人のためっていうのもそうだけど、自分のために高いチョコレートを買って自分へのご褒美にしたいなと思ってしまいます。1月末にここのところ毎年サロンデュショコラっていうチョコレートの祭典をやっているのをご存知でしょうか。もう私はその年に1回のチョコレートのお祭りを楽しみにしていて、で去年行けなかったので今年はどうしても行きたいと思って初日に行ったんですよ。まあ特設会場があって、そこのオープンの時間が10時だったので、10時よりもちょっと前に30分ぐらい前に行って、でそしたら長蛇の列、どこまで続くんだっていうぐらい、なんか会場が新宿の NS ビルっていうとこだったんですね。でそこって駅から結構離れているのに、もうね、なんか地下通路みたいなとこまでずーっと人が続いてて、で行列なんですよ。で最後尾って持ってるとこまで歩いて7分ぐらいかかったかな。で会場の中に入るまでに3、4時間はかかりますって言われたんですよ。だからその日はもう午後から仕事だったので断念して、でも諦めきれず次の日はもう気合い入れて7時台に着いたんですよ、会場に。でこれは一番乗りに近いんじゃないかなと思ったら、もう100人ぐらい並んでました。やっぱね、チョコ好きって多いんでしょうね。客層で言うと主婦の方が圧倒的に多かった。結構私の母親ぐらいの年齢の人かな、50代60代ぐらいの、まあ、主婦らしき方々がパンフレットとかそのサロンデュショコラの本が出てるんですけど、その本片手にずっと皆さん待ってらっしゃいました。私もその10時のオープンまでにここ回って、その後ここ行ってってずっと頭の中でシミュレーションしながら待っていてですね。で10時のオープンとともに、でも日本人ってみんなちゃんとしてるから、ワクワクする気持ちを抑えながら入っていく感じが伝わってくるのもまた良くて、みんなお行儀がいいんですよね。で順番にちゃんと入っていくんだけど、でも会場に入ると割とみんな早足になるっていう。で各ブース行列ができていて、ショコラセレクションっていういろんなショコラティエさんのチョコレートを一粒ずつ集めたみたいな夢の箱があるんですよ。でそのボックスはだいたい一つ十何粒か入って1、2万ぐらいで、高いものなのにもう初日で完売してしまったものが多くて、でそのセレクションのやつは2種類しか選べなかったんですよ。でそこに並ぶぐらいだったら違うブースに行こうって思って、でもう頭の中でシミュレーションをしてたのがどん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 なんか崩れていって、どうしようどうしようっていう思いがありながら、私はベルナシオンっていうショコラティエさんが大好きで、そこのチョコだけは絶対ゲットしようって心に決めていたので、ベルナシオンさんのところに向かってですね。でそこに並ぶこと20分、ようやくベルナシオンさんのチョコレートが買えたんです。伝わってます？この高揚感、なかなか人に話しても伝わらないんですよね。そのサロンデュショコラも5人ぐらいに行こうよって声かけて誰も乗ってこなかったんで、なんかなかなか理解してもらえないのかなと思うんですけど、でもベルナシオンのブースで私も何万円か分買ってしまいましたし、私の前に並んでいたご婦人は13万円分買ってましたからね。みんなそこにかけてるんですよ。だって年に1回しか来ないんですよ、ベルナシオンさんは。ベルナシオンさんは来ないんですけど、ベルナシオンさんのチョコレートが来るのはそのサロンデュショコラ年に1回のこの祭典にだけ出店するんです。だから日本にないの、それを買いたいの、高くてもいいじゃないかっていうこの気持ち、伝わってますか？もうとにかく私はすごいテンションが上がったし、今そこで買いだめたチョコレートを毎日一粒一粒食べていくのが至福の時。もう
その瞬間だけが幸せです。だけってこともないんだけど、その瞬間が幸せで日々生きています。で、5月が最終賞味期限なのかな。だから5月まではとりあえず幸せな気持ちでいられそうな気がします。なんかでもそれだけ長蛇の列をなしていて、これだけ会場が混み合っているのを目の当たりにしてるから、なんかみんなご存知サロンデュショコラみたいに話してますけど、なかなか伝わらないものなんですかね。リスナーの方、どのくらいの方がこの話をうんうんって理解してくださっているんでしょうか。この番組はですね、各界のスペシャリストをお迎えして人生を豊かにするヒントを教えていただく番組で、今回のスペシャリストはチョコレート全く関係ありません。睡眠研究の方です。医学博士の三島和夫先生をお迎えします。三島先生は睡眠にまつわる謎や疑問を科学の視点から紐解いているという先生なんです。一説には3000万人、日本人の5人に1人が睡眠に関して何らかの不満、悩みを抱えているということで、今日はじっくりとお話を伺いましょう。ガスマンプレゼンツ、田中みなみ、あったかタイム、ガス。ガスマンプレゼンツ、田中みなみ、あったかタイム。本日のゲストは睡眠研究のスペシャリスト、三島和夫先生です。よろしくお願いします。お願いします。簡単にではありますが、先生のプロフィールをご紹介します。三島和夫先生は、日本の睡眠研究の中心とも言われる、国立精神神経医療研究センターの部長のほか、日本睡眠学会の理事も務めていらっしゃいます。人の睡眠や体内時計に関するメカニズム、さらには不眠の原因や治療法などの研究を行う、まさに睡眠の専門家。そんな三島先生は、テレビやラジオでも快眠に役立つ確かな情報を紹介されています。また、8時間睡眠の嘘や、朝方勤務がダメな理由などといった、これまでの睡眠の常識を覆すようなタイトルの本も数多く出版されています。今日は睡眠にまつわる意外な真実をたっぷりと教えていただきます。先生、そもそも国立精神神経医療研究センターってどういう場所なんですか？そうですよね、うん、国立がんセンターって言うと皆さんよくご存知だと思うんですけど、はい、いろんな病気を扱う、国の研究治療施設があって、そのうちの一つなんですね、うん、がんセンターはがんを扱うし、私たちのところはその、精神疾患だとか、あとはパーキンソン病みたいな神経の病気、うん、そういうのを専門的に治療とか研究とかしてるところなんです。でも睡眠の研究って、つまり精神神経科のことってことですか？そうですね、すごいいい質問で、うん、体の病気とか、神経の病気とか精神疾患とか、いろんなのに出てくるのが睡眠障害で、そういう意味では、どこにいてもいいんだけれども、一応その神経とか精神の病気には睡眠が非常に多いので、先ほどお話した国のセンターの中では精神神経センターの方に私たちは所属しています。なんか人って寝てる時間すごく長いじゃないですか、うん、だから睡眠ってすごく大事っていうふうにようやく最近思い始めて、それからマットレスを新調したりとか、うん、枕もセミオーダーにしたりとか、そうやって少し睡眠に対して意識を向けてみているんですけれども、お薬とか以外で睡眠に効くものって何なんですかね？やっぱり睡眠問題って2つに分けなきゃいけなくて、なかなか夜型で眠れないとか、例えば夜勤があって夜勤明けに眠れないとか、夏場に寝苦しいとかですね、そういうのは睡眠習慣の問題って呼んで、これについては例えば室温を調節したりとか、通気性のいい寝具を使ったりっていうようなことでよく眠れるようになる方が結構いらっしゃいます。そうですよね、大体寝苦しくても、気づいたら寝てますからね、そういう場合は。でも睡眠障害、病気ってことになるとですね、そういうような対処では治らないんですね。やっぱりそれは必ずしも薬を全部使うってわけじゃないですけれども、やはり正しい診断をして、その病気ごとに今かなり特殊な治療が必要なケースが多くて、だから睡眠障害なのになんとなくこう快眠グッズなんかに頼って、治療が後手後手に回ってしまうなんていうケースもありますので、私たちは一般的にいろいろ工夫してみても
3ヶ月間やっぱり症状が治らなかったら、やっぱり専門施設を受診した方がいいと、そういうふうにお勧めしてますね。専門施設って精神科ってことですか？それもですね、難しいですよね。難しいんですよ。皆さん迷われて、でも今だと例えばご存知だと思いますけど、睡眠時無呼吸症候群といった睡眠中に呼吸が止まるという病気なんかは、はい、呼吸器内科だったり耳鼻科だったり、まあ、精神科だったり、うん、でも例えば子どもの病、睡眠病、まあ、例えば無遊病とかですね、あ、それから高齢者の方なんかと認知症に関連した睡眠病とか、まあ、婦人科に関係した睡眠病というのもありますので、そういうのはその専門にしている施設ごとにやってますね。そうなんですね。で世界の国々と比べて日本は特に睡眠時間が短いって言われているそうですけれども、うん、勤勉だからなんですかね。どうなんでしょうね。まあ、就労時間については、日本人はだいぶバブル崩壊後、まあ、短めになってきてると思うんですけども、過去50年間の生活習慣の変化を見るとですね、起きる時間はほぼ一定なんですね、うん、でも就寝、睡眠に入る時間はずっと一直線で減ってきてるんですね。だからやっぱり夜型生活が進行してて、それで結果的に睡眠時間が短くなって、帰宅してからですね、仕事が終わってから就寝時間までの間が本当にきちきちにタイトなのかって言うと、それはちょっとわからなくて。まあでも、お家帰ってすぐ寝ようと思わないですからね。お家帰って、うん、なんかテレビ見てダラダラして、うん、11時ぐらいになっちゃって、そこからお風呂入ってなんなりしてて、結局寝るのは夜中の1時とか2時っていうことを多いんじゃないですかね。うん、自宅に帰ってですね、クールダウンして眠れるまでにですね、だいたいやっぱり2時間くらい必要なんですね。あ、でも2時間なんですね。だからおそらく多くの方はそれよりも前に、うん、まあ帰宅していると、うん、でもなんか昼間なんか寝不足で眠いのに、夕方になってくるとだんだん目が冴えて家に帰ってほっとするとですね、はあ、本当はまあ疲れが溜まって寝てもいいはずなのに、夜の10時11時くらいから頭が結構冴えてきて、メール書いたりとか、そういうのは体質的にかなり夜型がもう体質を持ってる人が、それ体質持って生まれたものではないですよね。いや、朝型夜型傾向っていうのはですね、かなり遺伝的に決まってるんですね。嘘。じゃあ朝弱い人って、うん、自分の意識の問題じゃないんですね。意識の問題じゃない人もいます。あ、それはちょっとかわいそうかも。睡眠のリズムが、うん、調整している、まあ、遺伝子とかがかなり明らかになってきてて、それで強い夜型、まあ、小学校中学校くらいからかなり朝起きが苦手でお母さんに起こされたりとか、はい、そういう子供さんの中にですね、体質的に夜型が強い子もかなり入ってるんですね。うちの姉がそうだったんですよ。あ、そうですか。全然起きられなくって、何度起こされても起きなくって、うん、私は何にも目覚ましかけなくてもスッて起きるんですよ。女性の中には少しこう低血圧があって起きられないとかいう人もまあいるんだけれども、でもそういうふうに体質的に夜型が強い人もいるし、ものすごい朝型が強い人もいるし、じゃあ遺伝でもそんなにこう、うん、兄弟全員そうとかっていうわけではないんですね。でも大きく見るとやっぱり兄弟なんかは似た傾向にあります。だからたった一つの遺伝子で決まってるのじゃないので、いろんな遺伝子が組み合わさってその朝型夜型が決まってるんですね。いや、興味深いですね。そうですね。先生、この後もまだまだお話聞かせてください。はい。ガスマンプレゼンツ田中みな実あったかタイム。本日は睡眠のスペシャリスト三島和夫先生にお越しいただいています。ここからは私たちが常識だと思っている睡眠に関する知識が実は間違っているということで、最新研究で分かってきた睡眠にまつわる新常識を教えていただきます。まずは理想の睡眠時間8時間は嘘。先生の著書8時間睡眠の嘘、日本人の眠り8つの新常識、まあ、タイトルにもなっているんですけれども、8時間睡眠は嘘、どういう意味ですか？8時間がぴったりの人も、まあ、中にはいるんですけどね、うん、例えば日本人だと平均して7時間40分くらい。そう、私7時間だと思ってた、うん、でもその中にかなり寝不足の人も入っていて、うん、だから7時間40分で足りない比較的若い世代もいるし、うん、例えば60歳近くなってくる、まあ、一番眠りのことが心配になってくるような年代だと、まあ、平均するとやっぱり正味眠れる時間って6時間半70代になるとまあ6時間を切るかっていうくらいになっていくので、まあ、特にそういう世代の人が、うん、眠れなくなってくると
やっぱり8時間寝なきゃダメとか、はい、朝までぐっすり寝たいとか、そう、それはそういうないものねだりをされてしまうので、はい、それを目指している限りはもう焦燥感が強まるばっかりですよっていう、まあ、意味合いですね。ここで違うってことですか？一人一人かなり違うんです。必要睡眠時間、理想的な睡眠時間っていうのは、はい、私たちのところは特殊な実験室があって、そこの中で、まあ、いろんな人に入っていただいて、うん、ずっと眠れるだけ 寝ていただくというふうに、するとだんだんその人の必要睡眠時間にこう収束していくんですね。そうするとその必要睡眠時間ってのはもうかなり人によって違って、ちょっと朝方で、睡眠時間が短い人っていうのが、うん、もう一生の間本当に楽に過ごせるんですね。なんか私一日中寝ていられるっていう人が羨ましいんですよ。それはね、ちょっと違うと思います。私たちもそういうケースが、よく相談に来られて、はい、例えばそういう方をそう先ほどの実験室なんかに入っていただくと、うんうん、最初は寝不足が溜まってるので、結構長く寝るんだけれども、もう 4,5 日くらいでだいたいそんなに長く眠れなくなってきます。あ、そうなんですね。最初11時間くらい平均して寝るんですけどね。そうそう、まあ、だんだんその後どんどん減ってきますので、日本人ってやっぱり学生さんもそうだけども、3日4日連続で眠れるだけ寝るっていう体験とかあまりすることないですよね。まあないでしょうね、うん、だからウィークデーを忙しく過ごして、そしてお休みで寝だめをして、その時の体験がもういくらでも眠れるっていうふうにおっしゃるんですね。そういう体験から、いわゆる寝だめっていうのはじゃあできるっていうことですか？寝だめっていうか、そうか、寝だめっていうよりも借金返済ですよね、週末に。なるほど、うん、貯金じゃなくて、だから借金を返済してその後貯金できるかって言ったら貯金はできなくて、土日にいくら寝ても例えば月曜日からまた寝不足が重なるとあっという間に、まあ、負債になっていく。でも返済できるんですね。それにも驚きです。自分で感じる眠気は2日間も寝ればほぼ完全に取れます。でも2日間たっぷり寝ても、例えばその方が例えば忙しい時期を2週間3週間で過ごして 寝不足になってたとしたら、例えば体のホルモンの変動なんかもかなり起こっていて、そういうのは2日とかでは全然回復できないですね。 あとはそのいろんな細かいパフォーマンス、難しい作業なんかも2日間ではフルには戻らないですね。そういう力も。睡眠ってよくその深い眠りだとか、うん、浅い眠り、質のいい睡眠、うん、悪い睡眠とか言うじゃないですか。何を根拠にっていうか我々わからないですよね。そうですね。ね、脳波とかを測ってない限りはわからないわけじゃないですか。そうですね。脳波を測っても実はわかんなくてですね。わからないんですか？そうです。確かに若い人と高齢者を比べると深い睡眠は年齢とともに減っていくんですね。でもじゃあ高齢者の方が深い眠りが少ないからじゃあ睡眠が悪いかっていうとそうじゃなくて、高齢者の方ってのはもともと体の代謝とかも落ちてきて運動量も少ないし、そもそもあまり深い睡眠必要ないんですよね。必要がない、だから若い時のように例えば目が良くなりたいとか髪がふさふさになりたいって言ってもそれ無理な話で、それを病気って見るよりは正常な加齢変化って見るべきで、だからその人が例えば睡眠の検査をして深い睡眠が何パーセントあったとか、睡眠時間が全部で何時間あったっていうのが、それがじゃあそのこの人は健康な睡眠とかそういうことは一切言えないんですね。おじいちゃんおばあちゃんとかになると朝すごく早く起きちゃうとかっていうのも、それほど気にすることじゃないっていうことですかね。気にすることではないです。大事なのはそれで昼間に何が困ってるのかっていうことだけですね。だから夜中の睡眠何時間以下だとまずいとか、何回以上目が覚めるとまずいとか、そういう基準は一切ないんですよ。人によっては3時間でも足りるっていう場合もあるんですか？まあごく少数ですけどありますよね。うん、それからお年取って夜中に 2,3 回目覚めてもそれで昼間に眠気とか倦怠感とだるさとかそういうのと困ってなければ全く問題なしっていうことになりますね。もし眠くなったら昼寝はしてもいいんですか？必要だったらしてもいいですけれども、特に中高年とか不眠で困ってる方なんかは、やっぱり長い昼寝をとってしまって、でそれが夜中に響いてしまうっていうことがよくあって悪循環に入っちゃうんですよね。長いっていうのは時間にすると、これもちょっと個人差はありますけども、まあ、平均的には30分か40分超えると、まあ、お昼過ぎ遅くなればなるほど夜中の眠りがやっぱり浅くなってくるとかいうような悪影響が出てくるので、私なんかはもう睡眠が不足なしてる方って朝ごはん食べた後に、例えば主婦だったらお家の片付けも通したら、お昼前に
ちょっとうたた寝とか取ってもいいと思うんですね、うん、そうですか。午前中に取った睡眠はお昼寝はほとんど夜中にも影響しませんので。あ、そっかそっか。じゃあ、お昼寝するとしたら夕方とかっていう時間帯よりは午前中のうちにしちゃう。はい。で、短くてもその頭の重っ苦しさとか、はい、眠気とかは30分程度も十分取れますから。はい、そっか、それはいいこと聞きました。あと先生気になってたのが、女性は夜の10時から深夜2時までお肌のゴールデンタイムっていうふうによく言われるんですけれども、うん、そうですね、よく書いてますね。それは本当ですか？なんでそういう話になったのかなっていうのはね、不思議なんだけども。私本当だと思ってずっと信じて。そうですね。結構書いてありますよね。大学生の時に、ね、サークルで、まあ、みんなでオールっていう、まあ、朝まで飲み明かそうみたいなことがあった時も、はいはいはい、合宿だったんですけれども、私、10時前に一回、ちょっと寝てきますって言って、寝て、で、2時にアラームセットして、うん、はいはい、起きて、2時からまた参戦したんですよ。はい、4時間寝たんです、ちゃんとお肌のゴールデンタイム、はい、っていう風にして守ってるっていう人はあんまりいないと思うんですけど、うん、でもそれぐらい私は結構気にしてて、うん、未だにそうです。2時前には絶対寝ようって思ってます、うん、その時に10時に寝れば、うん、確かに成長ホルモンとか出てるんですね。10時から夜中の2時が一番出てるんですか？いや、寝れば出るんですよ。え、どのタイミングでも？うん、昼間でも。昼間でも？昼間でも。結局ですね、成長ホルモン、そういう肌とか細胞の修復に確かに役立つホルモンで、まあ、女性なんかすごい気にされますけれども、うん、深い眠りの時に出るっていう特徴なんですね。で、時刻は決まってないんです、うん。体のホルモンにはですね、時刻になって出てくるものと、それから寝れば出るものと、2種類に大きく分けられるんですね。例えば、体の副腎皮質ホルモンとかよく聞きますよね、はい、ステロイドとか。ああいうのも時刻にならないと出てこないので。え、時刻何時ですか？例えば夜12時から朝7時まで寝てるような人の場合は、はい、午前3時か4時くらいからバッと出始めて、で、午前中にものすごい出て、うん、午後から夜夕方深夜にかけてだんだん落ちていくっていう、もうそれは時刻で決まってるんですね。その人のなりの時刻で決まってるっていう。でも成長ホルモンは例えば徹夜をしてれば10時だろうが12時だろうが出てこないし、うん、まあ仕事終わって明け方に疲れたって言って、オールで遊んでから朝に寝たら朝からたっぷり出ますから。あ、そうなんですか？そうです。いや、そのアナウンサーの人たちで朝の番組をやっている子たちが、うん、はい、いわゆるお肌のゴールデンタイムっていう時間に起きなきゃいけない、だから肌が荒れるんだって私思ってたんですよ。違います、それは。え、じゃあなんでお肌がそんなに荒れちゃったんですかね？肌荒れはですね、要するに人間って、成長ホルモンだけで生きてるものじゃないので、うん、例えば寝るべき時間帯に寝なければ血圧が低いままに仕事をしたりとか、うん、それから体温がすごく上がる日中に寝なきゃいけなかったりとか、そういうことで睡眠の質がだんだん低下してきたりとか、うん、それから成長ホルモン以外にそういう細胞の修復だとか免疫とかに関わってるいろんな、それこそ時刻で決まって働くような体の機能があって、そういうのはみんな寝る時間とうまく合わなくなって時差ボケ状態になるので、肌荒れとかにつながってるんですね。ですからね、毎日寝る時間をパンパンパンと変えていくと体内時計はそういうふうに器用に動けないんですね、だから睡眠だけがどんどん動くと、いわゆるその海外旅行に行ったような状態を繰り返してるわけです、うんうん、そうしてる限りはですね、体調良くならない。遅いなら遅い、早いなら早いで、うん、その人なりのリズムを作ってしまえば大丈夫なんです、うんうん、夜中に起きている、昼間に寝ている、それが習慣づけば、アメリカなんかだともう3ヶ月とか4ヶ月とか夜勤続けるなんていう仕事のスタイルもあって、うん、それはそれで、夜型生活っていうことで体の方のリズムも夜型に変わっていきますから、だいたい3週間くらいでその新しい習慣に整っていくんですね、そうすると太陽の光浴びないと、うん、なんか、がんのリスクが高まるとか、またいろんな問題が出てきません？はい、確かにそれは二次的な問題が出てきます。だから人間ってやっぱり中高生動物でこうやって生き延びてきたものだから、それは夜勤を続けてれば時差ボケは一旦取れるんだけれども、別のやっぱり問題も出てきますよね。そうですよね。いやー、睡眠について知らないことっていっぱいあるし、まだまだ解明されていないこともたくさんあるんですね、先生。そうですね。先生、来週も引き続きお付き合いください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。エンディングのお時間となりました。本日は睡眠のスペシャリスト、医学博士三島和夫先生をお迎えしてお送りしました。
次回も三島先生をお迎えしてお話伺います。お楽しみに。それでは暖かな週末をお過ごしください。お相手は田中みな実でした。また来週。